皆さんこんにちは、奈良です。本日は埼玉県飯能市にあります武蔵ヶ丘ゴルフコースのラウンド動画になります。ここのゴルフ場は三菱電機レディースの会場で、トーナメントのことやコースの紹介ができればと思いますので、最後までご視聴していただけると嬉しいです。16番パー5ですね、はい、ここはどういうホールになりますか？ここはですね、出だしがちょっと右ドッグになりまして、はい、ちょっと右側のラフ結構広がってますので、はいはい、狙いとしてはセンターのあのちょっと白黒ポール、はい、そこで大体250前後ぐらいなんで、はい、あの辺りかそのちょっと左ぐらいが狙い目になりますね。はい、わ、はい、かりました。ちょっと右行っちゃうと狙いづらいんですかね？そうですね、ちょっと右だと今日高麗グリーンがですね、はい、ちょっとあの右手前にあるから、あ、まあ、できれば若干ちょっと左からっていうか行った方が、はい、まあ、次は打ちやすくはなるかなっていう感じで。なるほど、わかりました。はい、はい、じゃあもう正面まっすぐポール狙いでいきます。よいしょ、ありがとうございます、うん、ナイスです。ありがとうございます。はい、お願いします。でこのホール、はい、タイガーウッズが一番後ろから打って、はいはいはい、600ヤードなんですけど、はい、あのタイガーフラッグまで行って、はい、でここから320飛ばして、はい、でそこから280スプーンで乗せてイーグルを取ったホールになるんで、よかったらそこまで行って。そうなんですね、2段目からも結構距離あるんで、 そうですね、それを2オンして600ヤード、いやさすがですね、うん、そうですよね。あ、めちゃめちゃ飛んでますもんね。飛んでますよね。じゃあ3番ウッドでグリーン手前のバンカーに入んないぐらいの距離ですね。230ぐらいは届かないので、それで3番ウッドで打っていきます。うん、よいしょ、ありがとうございます。お、大丈夫です、手前で決まりました。はい、大丈夫です、ありがとうございます、お願いします。ここまで来たら狙えちゃいますもんね。ね、すごいですね。ここで280、残り280でスプーンで、はい、この辺りから2オンして、はい、でワンパットだったらしいんですね。ベントも左側、うん、ね、左奥とかちょっと気になりますよね。ですよね、うん、結構ここ左引っ掛けて結構左行きやすくなってるから、はい、それで。さすが、話によるとちょっとこうなんか左からこうスライスというか感じでいったらしいんですよね、フェードで。そうなんですね、うん、っていう話らしいですね、はい、やっぱりタイガーはすごいですね。ね、すごいですよね。でワンパットでイーグルだったって、うん、その距離しっかりありますもん ね、 ね、ここですよね、うん、ピン奥切られるとちょっと嫌ですよ ね、 すよね、女子のサードでも。ここ、ね、そうですよね、うん、あんまり打ち込めないというか、うん、ピンまで70ヤードぐらいですね。56度で打っていきます。ありがとうございます。めっちゃ土もらったんですか、はい、お願いします。ありがとうございます。ちょっとスライス入りますかね。そうですね、こっちからちょっとそうですね、うん、全体はもうスライスですね、はい、おー伸びた、おー惜しい、うん、ナイスパーです。ありがとうございます。お願いします。ちょっとサードが風に乗って大きかったのでパーになっちゃいましたね。でもサード次第では全然バーディー楽に取れるホールだと思いますね。ただベントの方だとグリーン奥がかなり落ちてて気になっちゃうので、そこはもうセンター狙いでっていう方がいいのかもしれないですね。お願いします。はい、お願いします。ここ17番パー4、どういうホールになりますか？はい、ここがですね、一応名物ホールですね、武蔵ヶ丘の名物ホールになりまして、はい、池越えホールになってますね、はい、で今日ここからなんですけど、距離が結構たっぷりあるミドルになってまして、はい、で今日は高麗グリーンなんでちょっと左側ですね、左側、はいはい、なんですけど、左あんまり狙っていくとちょっとずっとラフが広がってますんで、うん、今日だと一応狙い目としてはもう正面の
ベントグリーンですね、はい、か、まあ、ベントグリーンのちょっと右側ぐらいでもいいかなっていうぐらいなんで、ちょっと右側結構広くはなってますので、はい、だったら、はい、センターのちょっと右ぐらいを狙ってっていただいてっていう感じですね。はい、ありがとうございます、はい、じゃあ今日はもうベントグリーンの右端ぐらいを狙って打っていきます。です。ありがとうございます。はい、はい、お願いします。180ってちょっと大きいですか？うん、そうですね。ピン真ん中だから、あ、それでも180までだったら風見ないで距離だったら180見てもらっていいですね。うん、わかりました。80ヤードちょっと上げてるので22度のユーティリティで打ってきます。あ、でも止まりましたね。落ちちゃいましたかね。あ、多分でもラフで止まってると思うんですよね。あ、はい、わかりました、はい、ありがとうございます。ちょっとやっぱり今みたいに引っ掛けると危ない感じになりますね、高麗の時は、うんうん、で結構左足下がりずっとなってて、うん、でここ結構ね先の方まで行かないと平らにならないんですよ ね、 そうですね、全体的に、うん、やっぱりセカンドちょっと考えながらやんないとっていう感じですよね。ベントは結構距離が残りますよね。ベントの時だとそうですね、うん、でベントの時だと、今度ティーグラウンドが1個前になるからまだ少しこうちょっと前にはいけるんですけど、そうなんですね。そうするとあの白黒ポールまでが230、あ、そうかそうか、だからまあ大体そうですね、飛ばす方だともうちょっとその前とか行って、そうなんですね、飛ぶ方だともうちょっと右狙ってっていただく感じなんですけど、あ、なるほど、はい、そうなんですね。ただ大体200ぐらい前後ぐらいの距離の方だと大体この辺で残っちゃうから、うん、ちょっとやっぱり厳しく、ね、残る感じですね、はい、あ、そうなんですね、うん。タイガーウッズはここまで一応3番アイアンで、3番アイアンで、はい、270ヤードぐらいは行ってる感じですかね。ああ、そうなんですね。距離的に、はい、ですね。じゃあもう残り全然短くなってくる感じ。そうですね。ここから150ぐらい、うん、ベントだったら150ヤードぐらいになりますね。やっぱり飛びますね。はい、ね、ですよね。うん、ここは56度で打っていきます。ああ、トップしちゃいましたね。しっかり入るのでカップ1個左ぐらいを狙って打ちます。お願いします。ここはダボでしたね。やっぱりセカンドが高麗の時は特に左気になるので、もうグリーンとグリーンの間ぐらい狙う方が一番いいかなと思います。もうベントの時は安全に越えればもう問題ないと思うので大丈夫だと思います。最終18番パワーブですね。ここはどういうホールになりますか？ここはですね、ちょっとあの左右特に何もなくて、はい、セーフになりまして、はい、であと高麗グリーンを今日ずっともうまっすぐになります。はいはい、なので、まあ、センターか、まあ、センターやや右ぐらい狙っていっていただければいいかなと思いますね。はい、はい、右2つ見えるバンカーはそれぞれ何ヤードぐらいの感じですか？そうですね、今日のこのティーグラウンドからだと手前だともう200弱ぐらいから入って、はい、超えるまでが250弱必要な感じになりますかね。はい、わかりました。はい、じゃあ今日まっすぐ白黒のポール狙って打っていきます。
ございます。です大丈夫です。はい、ありがとうございます。グリーン手前の、はい、あの左手前のバンカーに入らないっていうのだと何ヤードぐらいになりますか。あとですね、ここから222になりますね。はい。はい、でもちょうど両側に池がある。両サイド、そうです、池があるんで。はい。じゃあもうまっすぐ。まっすぐ、そうですね。バンカー方向ぐらいで見れればいいんですかね。あ、もうそうですね。その方向だったら特に問題ないですね。はい、わかりました。じゃあバンカー、左、グリーン左のバンカーの手前に置くイメージで5番ウッドで打っていきます。大丈夫です。止まりました。大丈夫です。ちょっとラフですかね。あ、少しラフですけど、右のラフですけど大丈夫です。止まってます、はい。はい。ありがとうございます。お願いします。ちょっと狭い感じになってるんですかね。あ、そう、一応まあフェアウェイはね、このままの広さではあるんですけど、あ、まあ、ちょっと右の方がちょっとこう池がせり出してるような感じになるんで、わかりました。ピン55ヤードぐらいなので56度で打っていきます。ありがとうございます、はい、ちょっとスライスするんですか、ね、そう、出だしがちょっとスラなんですけど、うん、最後行くとちょっとこうちょっとねフックも効いてくるんで、最初だけはほんと少しだけですね、スライスは。はい、わかりました、はい。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はありがとうございます。今日はキャディーしていただいた横山さんです。ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございます。最後はパーでしたね。やっぱり縦の距離が合わせられないとなかなかバーディー取れないと思うんですけど、楽しく回れたと思います。ありがとうございました。お疲れ様です。はい、ナナちゃん18ホールお疲れ様でした、はい、ありがとうございます。お疲れ様です。後半は1バーディー4ボギー1ダボーの41ですね。でトータルが78でした、まあ、全体通してみてやっぱりグリーン周りですね、かなり砲台になっているので、グリーン周りのアプローチ、パター、あとバンカーもそうですけど、とにかく寄せが一番大事になってくるかなと思います。後半特に、まあ、自分のミスショットもあったっていうのもそうですけど、かなり寄せがうまくできないとスコアメイクにつながらないと思うので、そこはかなりポイントになるかなと思います。まあ、寄せがかなり上手な人はスコアメイクできるんじゃないかなと思うので、楽しく回れると思います。はい、はい、ありがとうございます。前半の時もお伝えしたんですけど、まあ、あのトーナメント、多分この動画が流れてる時って本当にこうトーナメント、まあ、やる前に公開するんで、うん、はいはい、トーナメントも楽しめるかなと思いまして、そうです、ね、まあ、去年は金久美ちゃん、金田久美子、はいはい、一昨年は渋野日向子さん、あ、ですよね、はい、そう、でも本当シード権争いっていうところで、うん、じゃあ今年誰が優勝するのみたいなところで結構楽しみ、動きがすごいある、そうですね、はい、時期でありトーナメントであるんで、はい、まあ、ぜひその辺もトーナメントも楽しんでいただいて、はい、まあ、あとは武蔵丘にもラウンドできる機会があったらすごい綺麗ですよね、はい、そうですね、全体的にやっぱり景色も、ね、あの芝が結構綺麗で、うん、ラフもしっかりしてるので楽しめるコースになった、うん、なってるかなと思いますね。はい、はい、ありがとうございます。ではそんな感じで今回の動画は終わりたいと思います、はい、この辺のゴルフ場も行ってきてとか、あと奈々ちゃんに、はい、あのまあ、感想とか応援コメントとかしてもらえたら嬉しいなと思いますんで、はいはい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。